殺やめろ、虐殺やめろ、虐殺やめろ、虐殺やめろ、今すぐ停戦、今すぐ停戦。僕はいつもラファのことを聞くと、あの目の前に一人の顔が浮かんでくる。その一人だけ160万人を助けようとかじゃなくても、みんながそれぞれ一人を助けたいと思うようになったら、物事は多分結構変わると思います。 Free Free Palestine! Free Free Palestine! ありがとうございます。私は虐殺に反対するミュージシャンです。その近しいミュージシャンとかバンドマンとか音楽をやってる人が、その虐殺に反対できないお前の音楽ってマジで何って思ってて、あらゆる権力理不尽腐敗に抵抗していくプロジェクトですというコンセプトで企画を立ち上げました。私たちは映画を通して知り合ったので、映画の、映画館のある場所でやってみたらどうかというので、スタンディングするように気を決めました。はい、なんか自分の身近なところから行動を起こそうと思って、それだったらそういうところからだったら自分たちで動けるんじゃないかっていうのを思った感じがあります。はい、日本政府に関しては率直にイスラエルに経済制裁を求めてほしいです。虐殺に反対ですというふうに言ってほしいですね。デモって行くまでのハードルがすごい高いみたいなんですよ。一回来てみたらいいんじゃないかなみたいな感じで、それでなんか参加しなくても見に来るだけでもよくて、そういうのの一人一人からかなっていう感じがしますね。